素振り何気をつけてんの、うん、どの位置が結局いいんか分からなくなったから、まあちっちゃく意識して、せやな、うん、トップの位置が安定しとったらええねんけど、でもトップの位置探り探りいっとったらやっぱどうしても球がバラバラになってまうから、トップの位置決まった方がええねん。このトップの位置を決める上で大きかったらやっぱり決まりにくいねんな、うん、だからシンプルで小さい方がトップの位置っていうのは安定しやすいから、トップの位置は小さい方がええでって、うん、うん、いいな、もうやってること合うてるよ、うんうん、打ちにくい、打ちにくい、うん、絶対に自分がやってることとなってる形を揃えといた方がいい、絶対にな、あ自分が思ってるよりも、あ上上がってる、自分が思ってるよりもスイングはこうなってる、ああなってるっていうのはまあ誰もがあんねんけど、その誤差は少なくしといた方がいい、絶対に。自分がスイングとかプレーを良くしていくときにその誤差があったら、いっつも大げさにせなあかんやろ、大げさにするってすごい違和感があるやん、だから自分に定着するまでにすごい時間がかかるやん、そうしてるうちに試合が来てしまったりラウンドが来てしまったりするやん、でもいつもその誤差を分かってたらやっぱり習得が早いわけ、うん、だからもうまずは今もう全国大会を今年は目指していきたいから、全国的大会を目指す上でやっぱりスイングと技術を作っていかなきゃいけないけども、一番やらなあかんことはこの自分がこれぐらいですっていう誤差をなくしていこう、ストップ、そうそう、それぐらいな、それぐらいで打ってみて、 OK、どう今上がってもうた、バッチリ、いや、なんか上がって、4回やろうじゃあな、低かったら勝ち、低かったら、低かったらしおりの勝ちで、どう、何を、おー勝った、よし、じゃあ勝負か、ここがアウト、ここはアウト、ほんでそこやったらな、全然距離取れへんかったら一応パシってほで、今飲んでここぐらいやろ、もうあれ以上いったらアウトや、だからほんまに、いや今飲んで打つってめっちゃ違和感あるけど、でも違和感あるけどここまでって言ったらここまでしか絶対動かないっていうことを身につけとかへんかったで、言いながらこれ画面見たらちょっと上がってるとこないよな、ここまでやった、ここまでやった、よし、いけた、よーし、じゃあちょっと正面もな、どう、よっしゃー、じゃあちょっと見てみようか、あのな、
すごい大事なこと、これやっぱり打つっていうことにまだ重きがいってるわけだ。でもゴルフの一番いいところはさ、その有利なところっていうのはボール止まってるから、自分の体の動かし方をすごい理解することによっていろんな技術もいろんな球も打てるようになるから、だからそこにやっぱり誤差があったらあかん、うん、だからまずは誤差がないようにしてから、今のスイングがベストとは言わへんから、小さいスイングでやっていくんですか、違う違う、ここまでだったらここまで、自分の体はこう動かしてるっていうことと実際の形が合ってたら、これからどん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 、じゃあボールを飛ばすときにこうしよう、こういうふうにクラブを操ろうと思ったときにそれができるわけ、まあ、まず一番そういう今年初めてやらなあかん自分の、感覚と実際を合わせる、このピントをピチッと合わせておいたら、もうこれからもうスイング作っていくの簡単やな。これをちょっとやってみて。